ここれれででいいいのか統一協会これについてです先頃一斉にパッと出ましたね自民党の所属国会議員が379人いるうちのなんと179人が過去も含めて何らかの旧統一教会と関係があったと公表したそのうちですね179人のうち名前を出したのは121人ということになります。とするとこの差のですね 58人名前が出なかった人出た人出ない人の明確なライン基準はということは私ね疑問でならないんですねまだはっきりと分かりませんその理由が分かってる人もいるのかもしれませんがあとはですね濃淡はいろいろあると思います。ちょっと宿電を送っとと送ただけとか ズブズブの人とかいろいろいるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そこはきめ細かくいろいろ項目ジャンルを分けて数字を出してきております自民党の発表は例えばこの旧統一協会の関連団体の集まりで 講演をした人が20人がとかその集まりで講演はしないけど挨拶だけした人が96人とかそれから旧統一教会あるいは関連団体からの寄付それからパーティー収入が29人であるとか選挙でボランティア支援をお願いした17人それから選挙支援を直接頼んだあるいは動員がしっかりとあったという人たった2人とか。 出てきまましたその他にも色々項目はありますだから一人の人間がいろいろ重複してるってことは考えられるんですけれども一見ですねこれは非常にきめ細かく出したふうに印象を持つんですが一方では自己申告を中心としてまとめ上げたものでアンケートを集計したものであって自民党が積極的に委員会を作って調査をしたというものではないということが思われる。 だとすると自民党は今今後一切団体との関係を断つとまだ関係を続けていれば離島勧告まで行くんだっていうかなりのことを言ってますけども果たしてそれができるのかなとこの調査結果で終わっていくのかなと思うとこれは違うなというのが正直なところです。 例えば一例を挙げさせてもらうならばですねあのネパールのですねえー会の集まりにおいても行ったか行ってないか全然覚えてないというようなタッチで言ったえ山際経済再生担当大臣記憶を一部喪失されたのかと思ってしまうわけですけども例えばこの山際大臣等の秘書教会とずぶずぶ深い関係にあったのではないかと噂される秘書。 の存在はどうなんだろうということも疑問なんですねところが大臣ご本人の会見では自分の秘書グループすべて調査をしたけれども、えー、教会と関係があったズブズブの人間は一人も見当たらないということをはっきり言ってくれているわけです一人も見当たらないという表現を突き詰めていくと関係のある秘書はいないとも言ってないんですねこれは私はいろいろ詮索してしまいます 真実のほどはははっきりとは言えませんがさてここで私は必要だと思うんでちょっと言いたいのは旧統一教会と政治の癒着というものがなぜこんなにも問題なのかということでいろいろ意見が分かれると思うんで私の意見を少しだけ述べさせていただきたいんですが合同結婚式という形がある霊感商法でかなり苦しんでいる人があ積算でいうとかなりの人数が出てきている。 さらにはできもしない日韓トンネルの推進ということで日本の政治家もかなりそれに関連したいろいろなスキームによって多額の金を日本から集めてそしてある時問題になると特定商取引法違反ということで刑事告訴をされて本丸の統一教会本部までは行けなかったけれども政治の力があったのかなかったのか知りませんが本丸まで行かなかったけれども関連団体有罪判決を受けたところもある。 そういった反社会的な活動をする団体でありながら日本の有力含めた国政あるいは地方議員含めた政治家に便宜を図るだけ図りそして団体の名称を変えてまでそこに政治の力が働いたのかどうかもまだ分かりませんが団体名を変えてなお今も被害者を信者内でかなり出しているということを考えるとこれは きっちり解散命令も含めてもっと政治が今動いてきれいにしていかなきゃいけないんじゃないかということを私は考えるんです一方ですねそうではないという方も多くいらっしゃいます信教の自由という大切さ内心の自由まで脅かすのかという大切さそれをベース根拠としてですね旧統一教会をガンガンメディアがやりすぎることに反対して旧統一教会をある種 擁護しているかのような言説もあるわけですが私これはですね改めて勧誘の手口冷静に教会に縛り付けられている方々の苦しみとかいろんな縛り付ける方法のありようとかこういうものを考えると私はマインドコントロール悪徳商法とどこが違うのかという気持ちを強く持っておりますさてここからなんですけれども今週号の週刊文春がかなり興味深いというか 興味深くこの記事を読まなきゃいけないなというところに私は目が行きました統一教会のですね日本の教会のトップ第5代 会長を長く務められた現在は亡くなられている個人の方がいらっしゃいますその方があ父親にあたりまして実の父でえつまりこれから言おうとしている人物は大幹部の息子にして20年間にわたって、えー、この旧統一教会に席を置いて活動していた方が実名で文春において告発をしておりますでこの方方は2017年にいいろろと分け合って教団を離れた方です。 注目のポイントが2つほどありまして、1つは教会側はですね。霊感商法をやっていないということを求めて言っているわけです。2回にわたる日本の教会のトップが言っていた。あの記者会見の中でも2回目の時に2009年以降は特にコンプライアンスも徹底して、今や霊感商法などでやっていないという,うに言いました。しかし、これは外でいわゆる外部の信者ではない人に声をかけて勧誘して物品を売るというやり方がうまくいかなくなった。スキーム。 とということなんで今度は変えて内部の信者から徹底的に献金をさせるというふうに手法を変えたのみなんだというふうに告発したこの方は言ってるわけです。果てしない献金の連鎖が信者の家庭問題に発展していき家庭が粉々になる破産してしまうお金がなくなるっていうケースが非常にあるんだということなんですね。 でこれは献金の圧力っていうのは散々言われてますが非常に凄まじいものがありまして具体例がが出ておりりまますす非常に印象深いものがあります例えば親が信者であるそして献金のノルマがあるプレッシャーがあるという中で自分の子供にかけている学士保険を解約してまで献金せざるを得なくなるケースになる本当に信者の家庭っていうのはですね大変なことになるケースが多いというふうに言ってます。そしてもう一つ注目すすべきポイントはですね 家庭に信者が出た場合に三つのカテゴリーに分けられるんだという具体的なものが出てきましたまずどういう家庭かというと筆頭に挙げられるのは合同結婚式で一緒になった夫婦それが信者であるこの合同結婚式で夫婦になったっていうのはやっぱりエリートのように見なされるような傾向があるようですそれからもう一つもともと夫婦であって新たに 統一教会に二人揃って夫婦揃って信仰を持ったと始めたという人が二番目のカテゴリーですねこれもなかなか融合されるとでもう一つ三つ目のカテゴリーがありましてそれは具体的に言うと家庭の中で妻のみが新たに信仰を始めたというパターンこのパターン三つ目が一番献金がきつくきつくやられてしまうということがあるんだそうです これは初めて知りましたどういうことなんだろうってやっぱりですね妻のみがそうやって信仰を始めるということは家庭の中でものすごく風が吹きますよね圧力が妻にかかってくる可能性が高いですよねそういう中でどんどん追い詰められていくと孤独に苛まれるその孤独が募る中ですべては献金によって サタンを取り払って解放されて自分のみならず家族全員が救済されていくんだ私が信仰をやりさえすれば全員が先祖もそして未来の子孫も解放されるんだっていう流れになると突き進むしかないっていうケースもありますよねさらに各地に展開する各教会の教会長という人たちのノルマも非常に厳しい 日本の教会トップ偉いように思いますけどさらに偉い人が上にいるそれは韓国側から派遣された日本にやってきた最高幹部ですね日本の教会のあの会見をする会長よりも偉い人がいるわけですでその最高幹部からのまあらなる指令で、えー、献金ノルマ達成に没頭していくわけです教会長は書くこれは大変なことですね えー、1999年から記事によると9年間にわたって日本では4,900億円の献金が集まってそれが韓国本拠に向かって送金されているケースがある。これは韓国経由でアメリカの 統一教会系がやっっっていいいるるビジネススの原ににになたたケースも前にお伝えしたようにいっぱいあるでしょう。それから韓国でいろいろ使われるケースそして今でも続いているわけですから日本で日本の有力政治家に向かっていろいろ対策費を使うというあるいは支直の方にも使うとかえいろんなことがあったのかもしれません警察関連とか。だけどそういういろんな対策費もあろうと思いますけれども今言った。 9年間で4,900億円と分かっている数字だけを見るにしても送金の一部は韓国の本拠においてですねやはり建立される壮麗な建造物宮殿がありますねこういうものの原資になっているということが言えるわけですね例えば合同結婚式の大規模な施設よくあれだけの広い施設を作れたなと思うああいう会場とかそれから総工費がおよそ300億円と言われている白亜のあの全くもって荘厳なあの宮殿 まあそういうものにも使われているんでしょうしまた新たな情報としては今またもう一つ宮殿を作り続けていてできつつあると言われていますですから今回実名で告発されたこの信者の方が週刊文集で語っていることで非常に印象に残るのはいくつかのこういった旧統一教会系のプロジェクトがあってプロジェクトが生み出されるたびに日本の教会が重荷を背負わされてきたんだ そして日本の責任者も韓国のトップ最高幹部から容赦ない献金の指示が降ってくるわけだから動,きをもう動くしかないんだというそういうギリギリのところでお金が集められているという現実があるというふうに伝えられておりますこの実名告発された元信者の方の語っていることというのは非常に重いなと私は今思っています